ここからでしたっけね。命長さの糸つろを思うたまえ知らるるに。そこからでしたね。松の思わんことだに恥ずかしゅう思いたまえはべれば、ももしきに行きかいはべらんことはましていとはばかり多くなん。賢き仰せごとをたびたび受けたまわりながら、自らはええなん思うたまえ立つまじき。若宮はいかに思うし知るにか、参りたまわんことをのみなん。おぼし急ぐめれば、断りに悲しゅう見立て祭りはべる。など、うらうら、うちうちに思うたもおる様をそうしたまえ。ゆいしき身にはべれば、かくておわしますも今今しゅうかたじけなく、なんとのたもう。恋のお母さんの、まあ、嘆きの言葉ですね。私のこの命長さが大層辛く思われます、思い知らされます、見つけて前から何度も出てきましたけども、ここら辺もいくつもこの献上の玉を糸つろう思う玉へ知らるるという、このこれは献上尊敬の玉をではなくって、献上の玉をですね、自分の動作につけて献上の意を表す玉を、下二段に玉縁玉ふ玉ふれという下二段に活用する助動詞です。思い知らるるという複合動詞のその思うと知らるるの間に挟まって献上の玉絵があるわけです。そしてそういう時には思う玉絵知らるると上の思うが少し変形するわけです。つまり娘を先に死なせて、そしてその母親である自分がこうして長生きをしている、その命長さが自分で私の心に糸つろう思えたまえ知られる、大変つらいことに思い知られまする、そのことにつけて松の思わんことだに恥ずかしゅう思いたまえはべれば、ここにもまた思いたまえはべればとできますが、松の思わんことっていうのはここはやはり引き歌がありまして、以下でなおありと知らせじ、高砂の松の思わんことも恥ずかし、古今六条に出てくる歌ですが、これをまあ弾いてるわけですね。以下でなおありと知らせじ、高砂の松の思わんことも恥ずかし、なんとかしてこうして生きているんだということを知らせたくない、長生きしている高砂の松が思うであろうことも恥ずかしいことだ、自分なんかがこんなふうに中途半端に長生きしているということを少女の代表の松がどう思うだろうかと思うと、なんとも気恥ずかしいことだというふうな歌です。それをここへ引いて松の思わんことだに恥ずかしいと言っているわけです。著名な高砂の松の思うことすら、松の思惑すら気の引ける思いがいたします。松の思惑が何とも気恥ずかしい思いがいたしますから、桃敷に行きかいはべらんことは、宮廷に上がりまして
あれこれとお出入りをいたしますことはまして意図はばかり多くなん、大層はばかり多く思われます。はばかり多いことに思われます。賢き仰せごとをたびたび受けたまわりながら、天使様からの恐れ多いお言葉をたびたび受けたまわっておりながら、自らは永難思うたまえ立つまじき、私自身といたしましては永難何々、まあ、平たい言い方で言えばよう何々しようとは思えません、何々しようとはようとても思えません。関西でこう方言、関西の訛りでこう言いますが、よう何々ようせんはというふうな、そういう言い方ですね。え何々せずという私自身はよう思うたま、つまりええなん思うたまえたつまじき、よう何々しようとはとても思えません。その何々っていうのは具体的に言ってないわけだけれども、宮中へ参大することですねお言葉、かたじけないお言葉を受けたまわって、それに甘えて宮中に参上すること、それをとても自分、私自身はよういたそうとは思えません。若宮はいかに面欲し知るにか、一体若宮はどんなふうにお考えなさっているんでしょうか。参りたまわんことのみなんおぼし急ぐめれば、参大なさることばかりを心にひたすら大思い急いでいらっしゃるようだから、断りに悲しゅう見立て祭りはべる、それももっともなことと悲しゅうお見申し上げておりますなど、内々に思うたまうる様をそうしたまえ、そんなことを私の心一つでお思い申し上げております、その次第をどうぞ天使様にお申し上げくださいませ。有識身にはべれば、かくておわしますも、いと、あ、いまいましゅう、かたじけなくなんと、のたま、あ、のたも。で、有識っていうのは、古事記にも出てきましたけれども、まあ、いろんな字を、漢字を当てますけれども、まあ、今では、こんな字を当てたりしますけど、本来は、あるいは、非常に意味慎むべきこと、もともとはだから、非常に神聖な前あり、あるいは神聖なことに関与しなければならない、そういう場合に言う言葉ですが、それがだんだんこう変化して、非常に、まあ、正常でない、重々しい決裁をしなければならない、そういう状態、あるいはだから平俗に言えば不吉な状態というふうなことを言うことにもっぱらなってくるわけですけれども、本来は有志っていうのは非常に神聖な、いうふうなことなんですけれども、非常に正常極まりない状態を言うことなんです。有識身にはべれば、まあ、この辺はですから非常に不吉な身でございますからというふうな意味になってますね縁起の悪い身でございますから、つまり自分よりも先に娘を死なせてなお生き残っていることを非常に自分で
恥じているわけ。それで由々しき身にはべれば、私は由々しき身でございますからして、各おわしますもいまいましゅうかたじけな、このいまいましも同じことです。由々しとほとんど同じような意味です。そんな私のような不吉なもののそばにこんなふうにして若宮がいらっしゃいますのも、いまいましゅう、縁起悪く恐れ多いことでございますというふうに、おっしゃる。まだ幼い若宮がこうして里下がりして自分のそばにいらっしゃるなんてことは縁起の悪いことだと思われます。で、まあこんなふうに使いに湯気の妙部に書き口説いているわけですね。なかなかこのお母さんの言葉は尽きない。しかもなかなかにこのお母さんはこの言葉を見ても式歌なんかをいろいろ出して教養のある人、あるいは物の言い方も非常に整った、心のよく行き届いた物言いのできる人、つまりまさしく古のよしある人を思わせる人です。まあそういう母親と、それからこの娘を何としてでも宮遣いさせろと言って言い残して早く死んだ父親、そういう親の両親の間に生まれた行為ですから、やはり人と異なるところがあったわけでしょうね。それが帝の心を引きつけたんでしょう。で、まあ、そういうところがこういう言葉の上にも察しられますけれどもね。